えっと、まあね、今もうね、すごい話題になってますけども、えー、まあね、宮迫さん、えっと、雨上がり決死隊の宮迫さんが、えっと、吉本の、吉本と契約を解消したというニュースが、えー、今流れてますね。うん。えー、非常に残念だなって思いますけども。えー、まあね、今日発売のフライデーにもなんかいろいろ、 書僕て,て、て、ま、っ、あ、僕ち,ちらっと見たんですけどねまあね宮迫さんとの面識って僕一回しかなくて全然ほんと宮迫さんっていう人を知らないし中身中身を知らないし語れる立場にいないんですけども一つだけねちょっとエピソードがあってえっと「リンカーン」っていう番組ご存知ですかリンカーン。 ダウンタウンさんだとか、えー、サマズさんだとか、えー、キャインさん、そしてアメガリ決死隊さん、ねえー、あと山口さん、ね、グッサンですね。えー、まあ、が出てる番組、リンカーンっていうのがありまして、僕らが1、2年目の頃ってまだ番組があったんですよ。うん、あの放送されてて。 カメリ派に行ったんですよね、確か。なんかのロケのカメリ派に行ったんですよ。僕ら若手芸人何人かで。で、その時に、えっと、浜田さんと、井村さんと、宮迫さんとウドさんがいたのかなうん、4人がいて。で、なんかね、椅子がね、4つ並べられてて、そこにモニターがあって、なんか色々見てたんですよね。で、浜田さんだけ椅子に座ってたんですよ。浜田さんだけ。で、他の3人は、 やっぱり浜田さんって大先輩だから、立ってたんですよね。うん、で、浜田さんが座りやみんなとかって言ってたんですけど、えー、その時宮迫さんが、いやいやいや立っときますっていう話をしてたんですよ。それ見た時に、まあやっぱりお笑いの世界ってこう上下関係も厳しいし、 えー、やっぱりね、その、まあ、浜田さんが座りやって言って、結局ね、みんな座ってたんですけど、えっと、いやいやいやってあの、宮迫さんのね、いやいやいや、大丈夫ですっていう、なんかすごい、えー、礼儀正しいというか、先輩を敬う,う、姿っていうのが僕見てて、あ、やっぱりそうなる、こういう世界なんだなっていうのを実感したんですよね。でも、その時、 宮迫さんもそうですし、三村さんもそうですし、宇ドさんもそうですし、やっぱりこう芸人って縦社会があるんだなって感じたのがあって。で、そっからね、まあ僕宮迫さんとも一切、えー、共演したことももちろんないですし、面識もないですし、えー、あれだったんですけども、うーん、僕、ね、一回しか見たことないですけど、なんかすごい非常にレギュターらしい方で、うーん、 あのまあなんでこんなことになっちゃったのかなって正直思いますね。うんまあ吉本ってねまあなんかいろいろ叩かれやすい、まあ叩かれやすいっていうかそもそも分母がね芸人の人数がねすごい多いんで、まあ、その分ね、えー、標的になるーパーセント上がってきますからまあ吉本だけじゃないと思うんですけどまあ結構ね。うーん いろいろあるなーっていう感じですね。まあ僕が言えることはこのぐらいですね。うん。まあ、こんなこと言ったら、ね、吉本 B 期だとかね、お前は吉本の芸人だからそんなこと言うんだとか言われちゃうかもしんないですけど、僕は宮迫さんもそうですけど、えー、晋介さん、えー、にも戻ってきてもらいたいので、僕らが1年目の時かな、1年目の時に晋助さん引退してしまったんで、 えっと、やっぱり僕は、うん、共演してみたいなどういう頭の中どういう考え方なのかなとかいろいろ聞きたかったなっていうのはあるんで2人ともうんまあ復帰というかねうんまあ世間がどう思うか分からないですけども僕は、うん、2人お二人がお二方が、えー、復帰してくださることを願っています。はい

はい、どうもみなさん、こんばんは。ネオの宝のオーナレット日本、毎週金曜夜10分をめにお送りしております。お相手は吉本芸人、のーノ・宝が務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。 えーまあ、ちなみにね、シンさんとはもう全く面識もないです。はい、えー。どういう方かもしれません。えー、まあだからね、いろいろね、今あるんですけどね、吉本もね、本当に。うん。まあね、えー、話は変わって、えー。もう今日からね、夏休みだ、なんていう学生さんいっぱいいらっしゃるんじゃないですか ?7 月19日。ね。夏休み。まあ最高ですよ、皆さん。最高ですけど、夏休みにぴったりな映画、今日ね、日本テレビで放送します。サマーウォース。ありがとうございます。 えー、僕、サマーウォーズっていう映画が大好きで、あれ見るとめっちゃ夏感じるんですよ。うん夏感がすごいんですよね、あれ。まあ、サマーウォーズって、まあ、サマーってついちゃってるからね。えー、まあ、そのぐらいですね、まあ、夏感がすごくて、まあ、なんかね、えー、あれ、確か僕、大学生だったかな、もう。確か2009年の映画だったと思うんですけど、大学生で、で当時はね、そこまでなんか、 まあいうヒットしたのかよくわかんないですけど、そこまでね、現象、社会現象みたいな起きてなかったんですけど、やっぱ金曜ロードショーっていうね、日本テレビのね、金曜,金曜9時からやってる、えー、映画放送するね、えー、番組で、えー、最初見て、えーあー、めちゃめちゃ面白いなと思って、えー、毎回ね、えー、やるたびやるたび見てます、はいえー。夏到来を感じてます。 で、今日はね、ノーカット放送ということで、非常に楽しみにしてます。ぜひね、今日から夏休みだということでね、テンションぶち上げるために、えー、サマーウォーズぜひ見てください。僕もね、見ます。うん。ツイッターで実況しようかな。うん。えー、ということでね、まあ夏休みということですけども、えー、まあね、こっから1ヶ月半あんのかな、約。夏休み。最高だよね、学生。うん、小中高かな。まあ大学生はまだだよね、多分。えー、最高だと思うんでね、えー、ぜひね、満喫してください。 えー、でね、えー、先々週から始まったコーナーありましたね皆さん変、ま「私の周りに変な人います」というコーナーです、えー、なんとコメントが、えー、一方来ましたんで、えー、今週やりたいと思います「私の周りに変な人います」 えー、このコーナーはですね、私の周りに変な人がいるという人を紹介してくださいというコーナーでございます。えー、まあね、あの、一人、えー、お一方、コメントしてくれた方いました。えー、読みたいと思います。えー、りゅうちゃんさん、ね、変な人いますではないんですけど、まあ会長が、まあ会長って僕ですね、やってる例のアプリ、Tinder みたいな某アプリをちょっとやってみたんですよ、と。まあ Tinder っていうのは出会い系ですね。えー、そしたらね、と。 川瀬名人。でまあ、ユニバースの川瀬名人をそのまま女性にしたような顔の人がいたと。似ている度で言ったら9 9 9 9 9 9ーぐらい。てか、本物ってぐらいの、しかも名前が K。<laughs> 川瀬名人の K, K ですかね、えー。イニシアとかじゃなくて意味深な K ということで。えー、しかも年齢も川瀬名人の近い34歳。趣味は絵を描くことって。これはもうご調子とかじゃなくて、双子かドッペルゲンガー級。 会長に似てるかジャッジしてもらいたいぐらい、えー、似てましたということでございます。えー、でね、DM が来たんですよ、その写真の。うん。で、見てみたんですよ。これね、川瀬名人です、多分。ふ <laughs> 瀬名人、出会い系アプリやってますね、これ。女子に扮して。うん。これダメですよ、川瀬名人。これやっちゃってますって。うーん。川瀬名人だもん、これ。ふふ。 めちゃめちゃ似て、これ画像上げたいぐらいですけども、まあね、おやけにはできないんで、まあほんとね、もうひどい、もうひどいぐらいに川瀬名人だよ、これ。川瀬名人が女って名乗った感じ。うん。えー、めちゃめちゃ似てます。34歳、えー。まあね、すごいですね、この人。<laughs> めっちゃ、まあ、変な人っていうかね、うん。これ川瀬名人としか思えないけどね。 うんめちゃめちゃ似てます。えー、河瀬名人が、あ本当に、えー、ただ川瀬名人が画像で写ってて、えー、ただ女って表記してるっていうだけの写真みたいな感じです。これ川瀬名人だと思います、多分。うん。えー、変な人いますっていうか、川瀬名人いますね。<laughs> 川瀬名人がいます、この出会い系アプリね。うね、ん。 えー、ぜひね、まあ、これ、お見せできないのがね、すごい辛いですけどもね、まあまあ、かなり似てるんでね、すごい笑っちゃいましたね、僕最初てたち見たとき。こういうふうにね、周りに変な人いますよねあね、コーナー、 これからもやっていきたいと思いますんで、えー、ぜひね、えー、送ってきてください、えー。今日のね、YouTube のコメント欄に、えー、コメントしてくれた方は来週のね、オーナライトで読みたいと思います。よろしくお願いします。ということでね、えー、曲行きましょうか、えー。2018年絶対流行る歌と題しましたが、あ絶対に流行らなかったです。はい。えー、全然流行らなかった、えー。ということで聞いてください。大野高ので、人生は8ビートで駆け抜けろ。

ても「そんなやわなもんじゃねえ人生でてもんは」 早くても遅くてもどっちでもいいだから人生は生きろ生きろ生きるために人生がある俺何言ってんだろういやそんなことじゃないんだ人生ってのはもっと大事なものなんだ人生は8ビートで 駆け抜けけ抜ていけよ人生は8ビートで駆け抜けていけよ人生は8ビートだ絶対に駆け抜けていけ人生は16ビートで 「駆け抜けていたやつはもう早く死んでるぜ」エイト「えいと!」 ビートで駆け抜けていくお前の人生イトビートで駆け抜けていくお前の人生16ビートで駆け抜けていったやつはみんな早死にしただからお前も8ビートで駆け抜けろ 4, 4ビートってあるのかもう存在してるのか分からねえだから8ビートで駆け抜けろはい、えー、聞いていただきました大野貴大で「人生は8ビートで駆け抜けろ」でしたありがとうございましたで会いに行いきましょう <laughs> えっと,あとまあね、えー、いろいろな話させてもらいましたねえー、まあねあのー、明日かな明日ですねおうち系4周年迎えますありがとうございます えー、王の放送協会を始めて4年が経つということで、まあ非常に色々あったな。ねなんか、ん、問題の多いこと、色々問題いっぱいあったなって思うんですけども。えー、まあね、明日で4年ということでね、非常に感慨深いですね。うん。まあ明日ちょうどね、OHK の撮影日なんですよ。はい。えー、だからね、まあこれもなんかの奇遇ですからね。まあ、ばと。 てっちゃんと、えー、明日ね、えー、面白い動画作って、えー、なんかね、飯でも行って、なんか誰々喋れたな、いいなとは思います。はい。えー、これからもね、ね、OHK、まあ、並びに、オードナ,ナイト日本の方、ぜひ皆さんよろしくお願いします。えー、まあね、吉本いろいろありますけども、えー、僕みたいなね、若手のホープが、うん、期待のホープがいるんだ。うん。えー、吉本、えー、大丈夫だと。うーん。 僕がね、えー、YouTube で売れるという画期的な売れ方をしたいと思いますんで、えー、吉本にドビ、ドギモ抜かせてやりたいと思いますんでね、えー、ぜひね、YouTube で頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。えぇ、ー、大野高瑠のオンライントリト日は毎週金曜夜10分目にお送りしてきました。<これ S 1> お相手は吉本芸人、大野高瑠が務めさせていただきました。ありがとうございました。来週もよろしくお願いします。では最後に一言夢で会いましょう bye, -bye.